大葉の四ツ葉ムグラは、アカネカ、アカネアカ、ヤエムグラ族の多年層。エゾの四ツ葉ムグラを分類上の基本編種とする編種。地下茎は四角形で細く、浅い地中を横に生い、枝分かれし、節から細いヒゲ根を出す。茎は直立し、高さは20から40センチメートルになり、断面は四角形で、毛はない。葉は4個が輪生し、角、輪が平だたって、茎につく。 両芯は、長さ2から5センチメートル、幅0.8から2.3センチメートル、楕円形、または長大型で、先は、マリーカ鈍く、先端は短く尖り、基部は丸い綾と尖り、両平はない。葉は薄くて、膜質、表面の3本の太い中脈が目立ち、円と両面の脈状に、上向きの合毛が生える。これらのする葉は、生する本来の個の葉と、 残りの2個の葉と同型の卓葉となる。柿は6から7月。茎先、または上部の葉液に2から3で周産果樹を出し、まばらに花をつける。花柄は柿に長さ3から5ミリメートルになる。果敢は逆付き形で計2.5から3ミリメートル。黄緑色で先は4列し、果敢列片は先が鋭く尖る。湯髄は4個あり。 果幹基部に付着する。脂肪は2室に分かれ、各室に1個の廃種がある。果中は2列する。果実は2個の文化となり、各文化に1個の種子がある。分け火には長い針状の毛が密生する。日本では、南千島、北海道、本州、四国に分布し、阿光山の新葉樹林中に生育し、木陰の湿った場所を好み、しばしば群生する。世界では、 サハリン、千島列島に分布する。和名、大葉の四ツ葉ムグラは、大葉の四葉ムグラの意。ムグラは、草むら、ヤブの意味がある。種小名コンチャルタカムは、カムチャツカノの意味。編集名アキュタフォーリアムは、葉の先のとがったの意味。エゾノヨツバムグラゲイリアムコンチャルタカムステラー X、ローム、イシュルト、バリエーション、コンチャルタカムは、大葉の四ツ葉ムグラの分類上の基本種。 大葉の四つ葉むグラと比べて全体が小型。高さ10から20センチメートルになり、四輪生する葉は、長さ8から20ミリメートル、幅5から13ミリメートル、洋芯は高大円形、高等円形、または東卵型で、小型。南千島、北海道、本州中部地方以北、千島列島、朝鮮半島、ウスリー、カムチャツカ半島、北、アメリカに分布する。 薬師マムグラゲイリアムコンチャルタカムステラーエクスロームイシュルトバリエーションマイナススージムシノニムバリエーション薬師メンセティアヤマスはエゾの四ツバムグラを基本種とする編種。全体が動く小型で茎の高さ3から6センチメートル4輪生する葉も小さく長さ4から9ミリメートル幅2から4ミリメートル葉芯は長楕円形または東卵上長楕円型になる 薬島に参する、ありがとうございます。